はい、こんにちは。今日はテーマは心理学です。幸せはちょっとした新鮮さによって感じることができるっていうお話をしていきます。まず実験のお話なんですが、どんなことをしたかというと、GPS を、3ヶ月間被験者の方にはいろいろ脳の電気信号っていうのを調べるためにGPS をつけていろいろとこう過ごしていただいたんですね。普通にその結果、その GPS をつけていろいろ動き回ってもらって脳の働きっていうのを3ヶ月後に調べた結果、たくさん行動をしている人ほどポジティブな感情をこう覚えやすいっていう結果が出たんです。ただしプラスしてより幸福度を感じられた人っていうのはどういう人かっていうと、こう同じところをぐる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 移動しまくっているっていうよりも、いろんな場所に新しく行っている人ほど感じやすかったと。で、これは MRI 検査をしてみると、海馬っていう、記憶を司る場所と、それから免状体っていう快感を感じるところっていう結びつきっていうのが強くなった結果だっていうふうに出てるんですね。楽しかったなっていう記憶が残りやすいっていう結果だったんですよ。生活の中にちょっとした新しいことを取り入れている人ほど幸せを感じやすいホルモンが出たりとか、今言ったような会話と免状体の結びつきが強くなったりとかっていう話なんですが、結論、新しいことをやったり、学んだりするとストレス解消にもなるし、インスピレーションも湧くし、クリエイティビティになりやすいっていうことなんですね。じゃあこのストレス解消にもなってインスピレーションもめちゃめちゃ湧かせて、でなおかつクリエイティビティにもなるためには、じゃあ海外旅行へ行こうとか、今行けないですよね。それから新しい趣味、全く手のつけたらないことをやってみようってなったら、やっぱりそれを覚えたりとか始めたりするのに腰が重かったりしますよね。そんな難しいことを考える必要っていうのは一切なくて、例えば料理を一つ覚えてみたりとか、ゲームをちょっとやってみたりとか、それからエクササイズみたいなことをこう5分10分やってみたりとかっていう、あるいは学校に行っている、会社に行っているコースをちょっと変えてみるとか、今だったら2つ角のところを右に曲がっているのをちょっとだけ遠回りして4つ目まで行ってから角を曲がろうとか、もうそういう程度でいいんですよ。小さなことで OK なんですね。小さなことで、はい、そういうことをやってみると、皆さん自身がちょっと最近ストレス溜まってるなとか、なんか楽しくないなって思っていることにちょっとその新鮮さを加えることによって、快感を感じて幸福度が高まっていくというような、状態になります。ちょっとした例でいくと、例えばなんですけど、同じことをやるにしても、今から皆さん3キロ走りましょうと、マラソンしましょうってなった時に、200メートルの工程を15周ぐる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 走らされるのと、あるいは学校から出ていろんなこう景色を見ながら走る3キロと、どっちの方が楽しいかって考えたら、そりゃ同じコースをずっとぐる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 で、あと14周か、あと13周か、やっとあと1周だよっていうのよりも、あそこで鳥が泳いでるとか、今魚跳ねたとか、川見ながら走ったりとかですね、っていうのをしていく方が楽しいし、しんどさも紛れるんですよね。こういうことなんですよ。だからちょっとした皆さんの中での、変化っていうことを、浮かぶものからぜひやってみていただけたらなと思います。最近でしたら僕は、こういう体を鍛えてるっていうのもあるんで、こういうアスリートの献立500っていう、これは味の素だったかな、違う、ごめんなさい、森永製菓さんですね、がやってるような本を見ながら、こうちょっとずつ料理を覚えていっているっていうような感じで、これ結構楽しかったりするんですよ。作った料理を奥さんとかに食べてもらったら、美味しいとかって反応をもらうと、作って終わったなとかって思ったりするんで、そういう変化なんかっていうのは僕は楽しんでいますね。はい、ということで、皆さんが日々の生活の中で起こせるちょっとした変化っていうのは一体何でしょうと、ぜひそれをこうちょっとずつ取り組んでいくことによって、ストレスもなくして毎日楽しく幸せに過ごせるっていうことが実現できますので、ぜひチャレンジしてみていただけたらというふうに思います。ということで本日の動画以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな
という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。